ほんと中国って日本を舐めてるよね。こっちが実力行使できないのをいいことにさ。もう何度も挑発行為を受けているにもかかわらず、政府も遺憾だと声を上げるだけだもんな。日本が本気を出せば楽勝なのにさ、すごい技術力があるのに宝の持ち腐れだよね。技術力は生活を豊かにするために使われるべきだとは思うけど、生活を脅かすものに対しても使っていいと思うよね。今回は幾度となく日本に挑発行為を行う中国や、そんな中国が尖閣を狙う理由についても含めて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まだ記憶に新しい2021年4月27日のこと。防衛省は、空母遼寧及び最新鋭の連配級ミサイル駆逐艦を含む中国海軍の6隻からなる艦隊が、宮古島の南 160km の海域を北上しているのを発見し追跡したと発表したよ。その際、沖縄本島と宮古島との間にある宮古海峡を太平洋側から東シナ海に向けて通過後、27日午前に空母遼寧から早期警戒ヘリコプター Z-18 1機が発艦したのを確認したということだったんだ。この Z-18 というヘリコプターが沖縄県の尖閣諸島の大正島の領空内から北東 50km の空域を飛行していたため、航空自衛隊那覇基地の F-15 戦闘機がすぐにスクランブル発進をかけたよ。しかし当時はヘリコプターの領空侵犯などはなかったとしているんだよな。そうそう、この遼寧艦隊は4月3日から4日にかけて宮古海峡を東シナ海から太平洋に向けて勝手に通過し、台湾周辺で訓練を行っていた艦隊であり、中国の空母が宮古海峡を通過するのはこれで7回目となっていたんだ。しかも過去の事例と同様、日本の領海を侵犯していたわけではなく、その後も自衛隊が艦隊の行動を追跡し続けているよ。その一方で、中国海警局の艦艇は4月27日に尖閣諸島の領海外からの接続水域を海警2202と海警1401の2隻が航行しており、遡って74日連続の確認報告を第11管区海上保安部が発表しているぜ。中国は幾度となく尖閣諸島周辺に海警局艦船を派遣してら挑発行為を繰り返しており、独自で衛星写真に基づいた尖閣諸島への地形図を作成し地名に中国名を付けて公表しているらしい。このことに対して加藤官房長官が記者会見で中国に対して遺憾の意を示していると抗議をしたぜ。本当に遺憾だよね。でも、中国にはいくら抗議したってあんまり意味ないと思うな。ああ、あいつらは聞く耳を持たないからな。困ったものだよね。そして、尖閣諸島の領有権を勝手に主張するためにウェブサイトデジタル博物館なるものを不当に開設し、日本語や英語、フランス語、アラビア語など7つの言語でアピールを強めているよ。まさにやりたい放題だね。あいつなら他国に主張できるだけの根拠なんてないだろう、みな。ここ数年の間で中国による尖閣諸島に対する執念は年々エスカレートしており、もはや尖閣諸島にいつ上陸してもおかしくないという緊迫感もあるが、政府や自民党はただ中国を刺激しないようにと遺憾の意を繰り返すのみで、本当に情けないとしか言いようがないよ。まあ日本が実力行使できるような国じゃないからな。国際的に中国の身勝手を訴えて世論を味方につけるしかやることはなさそうだ。残念だけどその通りだよね。その最中、4月21日にアメリカのボストンにおいて、元マサチューセッツ州知事であるマイケル・デュカキス氏が主催するボストングローバルフォーラムが開かれたよ。当時のオンライン国際会議において、柳井元駐米大使たちが、尖閣諸島の領有権における日本の正当性を強く主張したんだって。その会議には日米の有識者が合計30名ほど参加していて、その中で柳井氏は、日本は明治28年に尖閣諸島を領土に組み入れており、第二次大戦後のサンフランシスコ平和条約では日本の領土であることを前提にアメリカの統治下にあった沖縄に付属されて施政下にあったものを、昭和47年の沖縄返還の際に沖縄と共に日本に返還されたものであるという真っ当な意見をして日本に領有権があることを主張したんだ。また、同席していた金原内閣官房副長官補もこの国際会議で、中国は昭和46年に尖閣諸島の領有権を主張し始めるまでは日本の領有に全く異議を唱えていなかったことも訴えたよ。そんな中国が急に主張を始めたのは昭和44年に尖閣諸島周辺に石油埋蔵の可能性があると国連が示唆してからなんだ。昭和47年の日中国交正常化の際にも、昭和53年の日中平和友好交条約交渉においても尖閣諸島についての議論は全くなく、領有権問題を棚上げしての合意ではないとして公開外交記録をその証拠として挙げているよ。
石油埋蔵が現実味を帯びてきてから領有権を主張するなんて身勝手すぎるよな。目的が見え見えすぎて笑っちゃうよ。そして、元在沖縄米海兵隊の政務外交次長であったロバート・エルドリッジ氏も、大正9年に中国が長崎駐留領事に送った感謝状の中で尖閣諸島について、日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島と表記して日本領土ということを認めていたんだ。日本に主権があることを中国は認めているにもかかわらず、後になって領有権を主張している行為は国際法違反に値するんだよね。尖閣諸島への領有争いに関して様々な角度から主張を訴えている中国に対抗するためには、グローバルな公的会議などを今後も開催し、国際社会にアピールする必要があるな。もっと中国や韓国を圧倒する国際ロビー活動を積極的に展開するべきだと思うぜ。4月16日に開催された日米首脳会談での菅首相とバイデン大統領の共同声明では、国際ルールを無視する中国の行動についての懸念を表明するとともに、中国による東シナ海における一方的な現状変更への試みに反対し、南シナ海における不法な海洋権益の主張と活動に反対すると両国で結託したよ。当時の日米共同声明において尖閣諸島問題で日米安全保障条約の第5条が適用されることが確認され、もし尖閣諸島に中国軍が侵攻したとしても米軍の支援を受けられるということを明確にしたという大きな収穫となったね。別に中国が尖閣諸島を占有する欲望がなくなったわけではなく、日中の間に米軍が介入する可能性が高まったことで、かえって侵攻の時期が早まったとも考えられるんだよな。現在、日本政府は、中国を刺激してしまうという理由から尖閣諸島への日本国民の上陸を禁じているよ。先の日米共同声明において尖閣諸島に対する日本の姿勢を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対する、と明記されているのにもかかわらず、中国軍が上陸を果たしても安保が発動されない可能性もあるんだって、中国海軍が大艦隊を編成して尖閣諸島の領海を侵せば防衛省も動けるが、民間の漁船を偽装した武装民兵が漁や遭難を装って上陸した場合は、明らかに漁船でないと分かっていても海上保安庁が対応しなければならないんだよね。巡視船には機関砲も装備し、隊員も銃を携行しているとはいえ、軍隊並みの装備と訓練を受けている武装民兵を排除するのら困難と思われているぜ。そうだね。海上保安庁側が対応できなくなって初めて自衛隊の出動となるわけだけど、弱腰の日本政府では防衛出動どころか海上警備行動すら出せるかどうかも疑問なんだよね。どうせ国会での無駄な議論で時間を消費することになり、その間に中国は尖閣諸島への基地化を着々と進めるというのも想像できるな。これまでと同様、日本政府が中国にいらぬ配慮を続けるのならば、尖閣諸島を失うばかりでなく、台湾中華民国まで消滅してしまい、その結果として米国の信頼を失うことになるかもしれないね。もうさ、そろそろ余計して中国に制裁を与えてもいいんじゃない？やっちゃおうよ。そう簡単に行くならいいんだけどな、中国もそれを分かった上で、日本にちょっかいをかけているんだよ。日本は舐められているってことだね。残念ながらそういうことになるね。何はともあれ、今後とも中国の動向には目を光らせておく必要があるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。